どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も苦労に戦っていくんですけども、ちょっと今日は装備を変えてみようと思います。コメントでガードの秘跡よりもキラワレールで良くないっていうコメントがね結構来るんですよね。でも俺としてはガードの秘跡の方が安定すると思うんだけどね。どうなんでしょう。今日はトゲニャンにキラワレールを装備して、行こうと思います。このキラワレールっていうのが、敵から必ず狙われるんだけども守りがダウンしちゃうっていう装備ですね。151が113まで守りが減ります。これな、確かね数値じゃなくてパーセンテージで減るんで、守りが200ぐらいあると130とかそれぐらいまで下がるんだよね。どうだろう。113で耐えていくってなかなか厳しいと思うし、絶対ガードするわけじゃないじゃないですか。なのでガードしなかった時のダメージが半端なくなるんで、これはどうなんでしょう。まあ、とりあえず苦労に戦ってみますね。はい、いたいた。なかなか出てこなかったけど、よかった。苦労に出てきましたね。問題は、ガードするかどうか。もうほんとそこだけよ。ガードしないと、反射ダメージもないし、もろ食らっちゃうので、防御減ってるのにね。どうだ？うまい。減るねー。まあまあ、お世話で若干回復はするんだけど、うわ、ほらほらほら、ダメだよ、こんなんじゃ。おい、ボッコ減るじゃん。これは厳しいって。ガードしないとこれ無理だぞ。ようやくしてくれた。でも、このガードが、ずっと続くわけじゃないじゃない？ピンチになったら必ずガードしたりするっけ。いや、そんな頭良くはないでしょ。よっしゃ。ほらほらほら、こういう感じになるからね、これ安定しないと思うんだよな。行きましょう。まあまあ一回ね、最初から最後まで戦ってみないと分かんない。はい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 。必殺技の時にさ、ガードしてなかったりとかしたら結構地獄だよね。ああ、で、しかもそうか。そうか、受けの妖怪は一番左に置いとくっていうのが、正解だった。一番右に置いちゃった。一番ダメなやつ。うわ。ほら、これ死ぬよ。ほらね。死んじゃう、死んじゃう。これはいかん。で、まずボコを食らって、ほら全然ダメじゃん。ああ、厳しい、厳しい。ガード、トゲニャン、ガード。オッケー、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 セーフ。危ない。受けの妖怪はね、一番左に入れるようにしましょうね。じゃないと、やられるからね。必殺技、間に合わない時があるんで、一番左にやって、すぐにね、必殺技打てるようにしとかないと。おいおい、トゲちゃん、ガードやめるんじゃないよ。ガードやめちゃダメだ。もう防御力減ってるんだから、もう。死んじゃうよ。よし。オッケー。まあまあ、いけないこともないかもしれないけども、いまいち安定感には欠けるかな。なんかそんな感じがしますけどね。いや、満タンの時はなんか攻撃しちゃうのかな、トゲニャン。あえて満タンにしない感じで回復をやっていくといいのかな。なんかね、難しい。あっ、ガード問題だよこれ、本当に。素早さ早いからね、まだ、なんとかなってるけど、これ素早さが150ぐらいのキャラクターだったら、
無理だ。いや、HP 減ってもうガードしないときやっぱあるわ。厳しいね。でもまあ、敵の HP 減らすのは、いやいや、トゲガードでもっとダメージ与えていった方が、早く倒せるな。いや通常、違う、お前攻撃しちゃダメだって。にゃじゃないよ。にゃじゃない。はい、回復。ガードして、ガードしてくれ。ほら。そういうことやっちゃう。あぶね、ギリギリ残った。10ぐらい残ったね。よし。ガードして。HP まだあるな。もう、トゲニャン。ギャー、やられた。いやー、厳しい。ガードして。頼むから。そう、ガードだよ、ガード。あぶね。こうして、こうだ。間に合った。よし。で、また、食べ物を使わないとね。よし。トゲニャン。敵の HP はもうちょっと。ですね。もう少し。いや、やられそう。またやられそう。ほら。もう、タンクやられると総崩れになっちゃうからね。あ、でももう倒せる。よーし。まあ、倒した。うん。問題点は、やっぱりガードを確実にしないこと。ガードしなかったら、やられるもんね、やっぱり。どうしても。うん。なんで、ガードの秘跡の方がいい気がする。まあ、利点はあるよね。目出し棒を装備しなくていいから、攻撃力を盛ることができる。でも攻撃力を50ぐらい上げたところで、ダメージそこまで変わんないんだよね。嫌われる、どうなんだろう。まあ、今回はトゲニャンだったけども、これを S ランクのプラチナ角とか、あと海坊主、ダイナラボッチとか、その辺でいけば嫌われるもありなのかもしれません。このトゲニャンを使ったからかもしれないけども、ガードの秘跡の方がいいように感じました。はい。まあ、こんな感じです。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。